仰向けになっていきましょう。体をまっすぐに仰向けにしたら、手のひらを地面の方に向けて、自分の膝を胸へ引き寄せます。背中がぐっと丸くなるように引き寄せた後、この膝で円を描くように回しましょう。特に膝が自分の方に近づくとき、しっかり引き寄せながら、さあ、4、5周回ったら逆回転もします。肩はいつでもリラックスをして、お腹はぐっと少し力むような感覚になるかと思います。さあ、同じくらい回ったら動きを止めて、両足を地面へ、だいたい膝の真下に、かかとが来るような位置です。足はぴったり閉じた状態で今日は行っていきます。お尻下の方から持ち上げて、端のポーズ。この時両膝をしっかり内側に引き寄せている感覚維持しましょう。膝が痛いという場合は、少し遠くの方にかかとを置き直すと楽になる場合があります。さらにおへそを高い位置まで引き上げ、余裕があれば万歳の姿勢。今意識したい部分は太ももの内側とももの裏側、そしてお腹引き締められる場合キープしましょう。3、2、1、ゆっくり背中の上の方から徐々にお尻を下げ、右の膝を引き寄せます。そしてこの足を下から持ち上げるようにゆりかごのポーズ。自分の体に合わせて引き寄せられる角度は変えてしまって構いません。軽く揺らすようにしながら、太ももからお尻周りほぐしましょう。曲げている足ですが、余裕があれば足を伸ばすとさらにストレッチが高まります。逆にしんどいと思ったら膝を立てたままで構いません。股関節周りの柔軟性も上げていきます。では一度動きを止めて、この足、手をほどいたら、足首をつかむか、人差し指、中指、親指で足の親指をつかみましょう。骨盤はまっすぐ地面の方に向いている状態で、膝の曲げ伸ばし。しんどいと思ったら伸ばしきらなくても構いません。さあ、そこから今度横に開いていきます。この時も曲げたままで内ももの伸びを感じてもいいですし、もう少し伸ばしたいと思ったら軽く曲げ伸ばし、体に合わせながら疲れがたまりやすい足回りの血流を良くしていきましょう。疲れてしまったと思ったら、曲げたままでふわふわっと内ももの緩みを感じます。さあ、一度手足をほどいて、右足を左足の上にクロスするように乗せていきましょう。息を吸って手を万歳、伸びます。吐いて、リラックスした後、上半身を左側に少し側屈するような形にしましょう。この時手は万歳でも、手首をつかむでも、肘を曲げてつかむでもいいです。または頭の下に枕のようにして、心地いいもの、一番自分にしっくりくるものを選んでみましょう。バナナのポーズで優しい側屈で、体側部の縮みと伸びを作っていきます。この時も口の中、顎の力、目元はリラックス。さあ、では余裕があれば上に乗っている足、膝を折り曲げてももの上に乗せるか、さらに曲げて足の付け根に足の甲を乗せる形で、上向きの木のポーズ。好きなものを選択しましょう。股関節、太ももをもう少し伸ばします。あと一息。
吐き終えたら、手を解放していいので上半身をまっすぐな位置まで戻していきます。そして伸ばしている足、膝を立てていきましょう。息を吸って吐きながら足を右側にひねります。太もも周り、股関節のストレッチです。ここで余裕があれば足をずらします。左の足をもう少し外側にして足を外すように置き直しましょう。ももの前伸ばしたいんですが、どうしても膝が浮いてしまったりするのはそれでも構いません。体に合わせたいので、今自分のこの太ももの前や横側が伸びている実感が作れればいいです。時には揺らしてみたり、自分の体でしっくり、そして心地よく伸びるバランスを作っていきましょう。もう少しと思ったら、万歳をしたり、肘をつかんだり、または視線を左側に向けていくことで、ツイストの動き、首の後ろまで作っていきます。あともう一呼吸、息を吐き出し終えたら、吸いながら顔、膝を正面に戻して、膝を立てた状態から次は左の膝を引き寄せて自分の方に、そして下から足を抱える状態、ゆりかごのポーズで太ももやお尻ほぐしましょう。余裕があるという方は右足をまっすぐ伸ばすことで、さらに前後の足の距離を開いて、足の付け根の前側なども伸びを作ります。これも無理にぐいぐい引っ張るというよりかは緩めたいので、息を吐き出して優しく関節周りやももお尻のこわばりを取っていく感じです。さあ、では今度開いている足をセンターにして、左手で足首のあたり、あるいは親指をつかむような形で、もし余裕があれば膝の曲げ伸ばし、もも裏がしんどい場合は曲げたままでもいいので、少し膝曲げ伸ばしするように弾ませます。さあ、一旦膝曲げてからでいいので、今度外側に開いていきましょう。内ももの伸びです。これもそのままでもいいですし、内側から手をかけてももの内側の伸びの実感でも構いません。さらにという場合は足を伸ばしてみたり、自分に必要な動きを探るような感覚で、股関節とお尻、ももの調整です。反対の骨盤が浮いてしまう場合は、優しく手でサポートしてお尻を地面の方に下ろしましょう。さあ、では足をセンターに寄せて、この足、右足の上にかけるようにクロスさせましょう。クロスができたら、吸って手を上げて、吐く息でリラックスしてから、体上半身を右側に少しツイスト、側屈しましょう。側屈できた後、余裕があれば肘同士を掴んでみたり、頭の後ろ枕を作ってみたり、両手を上に持ち上げる動作が、普段肩や腕、こわばりやすい上半身、それらの解消にもつながっていきます。では上げている足、上に乗っている左足、ももの上にかけていくか、足の付け根に足の甲を置いてみるか、自分の状態に合わせながら、さらにももや股関節使っていきます。
と一息、吐き終えたら手をほどいてからでいいので上半身をセンター。では伸ばしている足の膝折り曲げて、足をかけた状態から吸って、吐きながら膝を左側へと倒してねじりの動作です。この時余裕があれば足を外すようにして、右足は右側へと滑らせ、ちょうど右の太もも、前側、そして股関節にかけても伸びやすくなります。同じく膝が少し浮いてしまってもいいですし、揺らしながら位置を調節でも構いません。さらにいければ手をバンザイにしたり、肘を掴んでみたり、視線もつけれれば視線は右側へと向けていきます。足、腰、背中、体全体のストレッチを感じながら、呼吸をリラックスしながら続けます。ではゆっくり体、顔正面、両手を外して、足もセンターにしたら自分の方に引き寄せて、背中腰のリセット。両膝をつかむか、手首や肘をつかむかで上半身をぐっと持ち上げて丸めてみましょう。胎児のポーズで背中、背骨の調整です。お腹ぐっと締める感覚で熱を起こしましょう。では吐きながら頭を下ろし、両手両足空で振っていきます。リラックスしながら、末端からの振動を体の全体、特に中心部、お腹の方にも響かせていきましょう。体液や関節のバランスも整えます。では動きを止めて、足、手を解放していきます。お疲れ様でした。今日のレタママヨガでは、充実感のあるような全身の流れを整えていくような流れでした。股関節や骨盤の歪みが気になる方にも大変おすすめです。また激しい運動は苦手という方にも、しっかりと太ももの強化の流れも入っていますし、股関節の柔軟性、背骨の調整などの要素も盛り込んでいます。お休み前などに行うのもおすすめです。ぜひ毎日のいい習慣、セルフメンテナンスに役立ててみてください。では今日一日も皆さんにとって笑顔あふれる充実の一日になりますように。ありがとうございました。